大建設を設計しています。花チャンネル、どうも花車勇です。山原です。はい、今日はですね、前回僕の動画の方じゃないんですけど、プロレス YouTube 玉川ボールの3カウントは叩かせないというチャンネルのですね、玉川さんの方から Twitter でご連絡があったんですね、はい、コラボしましょうという話になりまして、僕と対決して、はい、もし点数を取れたら実際のプロレスラーの方と直接対決をしてもらえないかという動画を撮影させていきました。はい、花村さん、今日もね、空手のルールで戦うんで、あ、対決ですか。対決、はいはい、1本でも入れたら、はい、花車さんのチャンネルにコラボみたいな形で、はい、はいはいはい、いいっすか。1ポイントですね。1ポイントでも、で、僕は本気でそれを阻止する感じで大丈夫ですか。そうですね、はい、そうですね、わかりました。本気で来てください。わかりました、わかりました、はい、ぜひやりましょう。ありがとうございます、はい、そうなんですよ。で、まあ動画を見てもらったら分かるんですけど、まあ、取られちゃったんですよ、僕点数蹴りでね。そうなんですよ、めっちゃ速くて蹴り、綺麗に入ってました。そうなんですよ、取られちゃいまして、はい、どういう企画をするかと言いますと、まあ、本日ですね、プロレスラーの方、女性の方が2名と玉川さん、僕が直接教えてる高校生、男子1名、女子2名に来てもらって、はい、その3人と今回コラボさせてもらう3名で空手勝負をしてもらいたいな。団体戦ってことですか。団体戦って3対3ですね。なるほど、はい、で、まあ普通に空手ルールでやっちゃうと、まあ、やっぱり経験者の方が有利じゃないですか、まあ、ですね、なので実際最初はもう本当に僕と剣で、プロレスラーの2名の方と玉川さんとで、最初は強化練習をしようと思ってます、はい、ルールを覚えてもらったり、こういう技が取れるよっていうのをやってもらったり、はい、で、実際対決まで、まあ、僕らは玉川さん側の味方で、高校生は高校生で自分たちで頑張ってもらうと。なるほど。で、実際プロレスラーとしてそのプロとしてやられてるので、はい、もう短時間の練習しかやらないんですけど、どこまでその空手経験者と戦えるのかという、セコンドみたいなんですね。そうです、僕らはセコンド側です。わかりました。なのでこっち側の味方なんで、わかりました、わかりました。高校生はもう敵です。わかりました。で、感じで本気で教え、はい、あの、空手、僕らが本気で教えて、はい、本気で勝ってもらうような感じでやっていけたらと思います。はい、はい、ではですね、実際に、本日コラボしていただく方に登場していただきたいと思います。それではよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では軽く僕の方から紹介をさせていただきたいと思います。プロレスラーの世良さんと鈴さんと玉川さんになります。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ軽く世良さんの方から自己紹介の方よろしいでしょうか。はい、私はプロレスラーの世良梨沙です。青髪の人って覚えてください。よろしくお願いします。お願いします。はい、私宮崎県出身のプロレスラー鈴木鈴です。頭の中身は普通じゃないです。よろしくお願いします。お願いします。僕も宮崎県出身なので、およろしくお願いします。東京ですね。負けた人っすよね。やめとけやめとけ。玉川ボールの3カウンター叩かせない玉川ボールと申します。僕はプロレスラーではないですが、プロレス YouTuber でございます。よろしくお願いします。お願いします。実は前回玉川さんと僕の方で直接対決をさせてもらいました。はい、でですね、面白かったですね。面白かったですね。玉川さん のチャンネルでアップされてるので、はい、リンク概要欄に貼り付けておりますので、よかったらまずそこを見てからですね、はい、こちら見られてからこの本編見られると面白いかと思います。はい、はい、ではですね、早速企画の方、まあ、先ほどちょっと紹介させてもらったんですけど、今日はお三方にですね、伝統空手という僕らがやってる空手をちょっと挑戦してもらおうと思ってます。もうできるかな、はい、経験の方ってあります？全くないです。全くないですか？ないです。ないですよね。はい、で、今日僕と山浦がセコンドという形で、最初ルールだったりこういう練習すれば勝てるっていうのをちょっと一緒にやってもらいます。はい、で、実際にその
高校生になるんですけど、相手はほう高校生の子たちと対決をしてもらって対決3対3ですね、はい、3対3でやって2人以上勝てば勝ちになります。なるほどっていう企画を、すごい、はい、対抗戦です、ね、対抗戦です。今回僕らは味方になるので、おお頼ってください。心強い頼ってください。そんな感じで早速練習の方から、はい、ルール説明だったりというところから入っていきたいと思うので、では早速本編の方に行ってみたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では実際にですね、装着してもらいました、お二人の方はレガースつけられてるので、はい、グローブのみつけてもらいました。色に合わせて赤と青でちょっとつけさせてもらったんですけど、似合ってますね。やってる方みたいですので、玉川さんの方は一応レガースがなかったので空手用のものを装着してもらいました、はい、一応こんな感じで安全性はしっかり持った競技になるので、まあ、怪我なんかはよっぽどなことがない限りは大丈夫だと思います。はい、実際ちょっと軽くルールの方から説明していきますね、はい、ルールで言うとですね、簡単に説明すると突き技、パンチですね。パンチは基本的に1点です。1点で、キック、蹴り技が胴、お腹へが2点、頭へが入ったら3点になります。だから蹴り技が一番点数は高いって感じですね。で、例えばですけど投げ技ができるようであれば、投げて相手が、じゃあちょっと倒れてもらって、投げて肩がついた状態で、はい、突きとかが入れば3点入るんです。すごい、はい、なのでもしかしたらそれ結構いいかもしれないです、ね、確かに、はい、なんか投げて倒れたところパンチすれば3点入るんで、高校生からするとやっぱりまだ体も出来上がってないんで狙いどころかもしれないです、はい、で一応反則もあるのでそこだけ教えますね、はい、反則がですね、ちょっとこちらの掲示板見てもらうと分かりやすいんですけど、これ C1 で注意1って読むんですよ、注意1、注意2って2つの反則があるんですけど、注意1が当てすぎ注意のやつですね。なんで一応電動空手って寸止めで決める空手っていう感じなので、顔にがっつり当たっちゃうとこっちの注意1が入ります。注意1を4回やっちゃうと負けになります。反則負け。こちらの注意2はどっちかというと逃避行為ですね。戦いを逃げるような。なるほど、はい、例えば今こういうコートがあるんですけど、ここから外に出て逃げちゃうとか、背中を向けて逃げちゃうとか、そういう感じです。あとは相手が攻撃しないようにこう、両手でこう掴んじゃうと注意2が入っちゃうんです。はい、まあ、ざっくり言うとそんな感じ。これも4回すると負けになっちゃうので、当てるのと逃避するの3回ずつだったらまあギリギリセーフっていう感じ で点数がさっき言ったように突き技が1点、蹴りがお腹で2点、上段蹴りと倒して攻撃が3点入るので、それで点数の取り合いをして、まあ大人だったら8点差がつくか、時間が1分30秒とか2分で決まってるんですけど、その時間になった時に点数をたくさん持てた方の勝ちっていう感じになります。はい、ざっくり言うとこんな感じです、はい、点数をとにかくたくさん取っていきましょうで覚えていただければ簡単にですね、はい、はい、でですね、ここからがちょっと難しくなるんですけど、点数の基準っていうのをお伝えしますね。突き、はい、も蹴りも基本的には相手の体から10センチ以内に入れて、10センチから 0.01 ミリで止めることなんですよ。はい、基本的には難しい。そんな感じです、そんな感じです。うわ、無理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 。そんな感じです。多少当たってもいいんですけど、首がこう動いちゃうほど当たっちゃうと反則になる可能性が高いです。はい、なので首が動かない程度だったら、軽くポンぐらいだったら、まあ、許容範囲って感じですよね。はい、でちょっと僕が今から山浦先生とやってみせるんですけど、踏み込みと斬新っていうのが空手にもあるんですよ。斬新、はい、これが難しいんですけど、ちょっと僕やってみせますね。ちょっと言う方はこちら側で、でも僕グローブつけてないんですけど、長年やってるんでコントロールできるんで、まず踏み込みっていうのが剣道とかと同じで攻撃のタイミングで踏み込まないといけないんですよ。すごい、はい、これが踏み込みです。技を出すときは足を踏み込む形で出してもらえると、はい、怖いです。
もう一個が斬新っていうんですけど、簡単に言うとまあ引き手なんですよ、引き手。ここで終わりだと当たって倒す競技になっちゃうんで、コントロールして当てたら倒してるぞっていうのを見せつけるために、ここから引き手を取って決まったぞっていうのを見せないといけないんですよ。踏み込みと引き手っていうのを2つ覚えていただければ戦えるかなと思います。まず踏み込みから練習してほしいので、ボンって音をちょっと立ててみてください。あ、そういう感じです。これ音なかなか鳴らないんですよ。なので音が鳴ればもう全然大丈夫です。はい、この音を鳴らすのと同時に手を回してみます。前の手が最初いいですかね。そうです、そうです。はい、これが10センチの中に入れば点数の基準になります。で、最後は引き手って言って、この手をひっくり返して脇の横にスッてこう引く感じです。はい、こういう感じです。ここまで入ればポイントになります。こうやったけどこうやらないといけない。そうなんですよ、空手ってこの最後ねじり込みっていうか、ひねりでバチンって決めるんですよ。で、元あった場所に戻すんで、またここが反対になって戻っていくんですね。はあ、これがなんでかって言われると、僕たちもそんな詳しくは話せない。はい。あ、突っ込んでいけないぞ。え、で、こう。そうです、そうです。早くできない。怖いやつ。あ、そうです、そうです、そうです。はい、そういう感じです。足は違う。はい。でですね、移動は、まあ、フットワークっていうのを使うんですね。はい、さっきの構えになっていただいて、かかとをちょっと上げるんですよ。つま先立ちの両方とも、あんまりやりやすいようにでいいんですけど、これ横にしている理由としては、攻撃される面を相手に向けないようにやってるんですよ。はい、なるほど。そうすると細くなるんで、面がこうすると面が広くなっちゃうんで、もらいやすくなる。はい、半身になってこのまま両足で膝にこのためを崩さないようにして、このまま上下に動くんです。うわ、はい、しんどい。これで、まあ、後ろに交差があったり、前に交差があったり、ゲームでやってゲームで。そうなんです。この体勢を崩さないように動くのがポイントですね。はい、これで前後だったり、まあ、横だったら左右を変えていくんですけど、めっちゃ難しいな。これが体のフットワークになるんですよね。前に、でこれ両足こう、そうです、両足基本一緒に連動して動く感じです。これ両足動くことで体勢崩さないんで、ここからすぐ攻撃にポイントを下げるんです。ここの今膝が溜まってると思うんですけど、この膝のファイヤーを使って前に入っていく。あ、そうです、そうです、ならない、そうです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 。あ、けど上手です、さすがです。できない。フットワークで近づいていって届くと思ったところで攻撃してみてください。3月18日、プロミネンス新木場大会が開催されます。鈴木すずが現在デスマッチ10番勝負中でして、その9番目の相手と対戦となっております。そしてですね、4月24日後楽園ホール大会もございます。こちらはなんと10番勝負10番目ラストの相手にデスマッチのカリスマ葛西潤という選手とね、やりますので、ぜひぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、で近づいていって、あーっていう感じで、はい、はい、こんな感じですかね。はい、そんな感じです。これぐらい意外ともう当てるつもりで、ここだったらもう
と胸だったら当てていいんで、当てたつもりで言っていいと思います。はい、僕は、はい、あ、いいです、はい、あ、いいです、じゃあ、はい、おお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 、コントやってるみたいな。蹴りは一応体で言うと足の甲の部分をこう伸ばす感じで相手の体の側面に当ててあげれば、側面、そうです、あ、構えてもらったらここです、ね、こ, こ, ここにこう入れば、入れば2点入ります。上段も一緒ですね、上段も同じ顔の側面にこう止める感じです。途中で当て込んじゃ反則になっちゃうので、また10センチギリギリでこう止めて引く感じです。はい、この先気合入れば上手です、めちゃくちゃ上手。もう一回 やってみてください。いきます。あ、めっちゃ上手です。それで3点です。そうだね、ちょっと待って、気合が気合が気合が、はい、はい、おー、おー、おー、いや、これは使いましょう、使いましょう、使ってくれる、もう大丈夫ですかね。それでは対決戦に GO! 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 で、順番としては先鋒、中堅、大将、この順番で戦っていきますので。